こんにちは。今日は明星大学、キラキラボランティアセンターに来てます。今日は乾杯の種という、会があるということでお邪魔したんですけども、これはどんな会なんでしょうか？はい、乾杯の種というのは孤独母地区を中心に活動している会で、主に世代間交流をメインで行っています。学生が企画をして運営まで行い、地域の高齢者の方と小学生と保護者の方を一緒に活動ができるようにしたいと思い始めたものです。この、会は、どなたでも参加できるってことでいいんでしょうか？はい、基本的にはどなたでも参加ができて、同じ地区でいる人同士で参加をしてほしいので、今は孤独母地区限定という、孤独母地区中心で集めているような形ですね。どのくらいの頻度でやられてますか？今は年に2回ほどやっていて、今年は秋にまたハロウィンをテーマにしてやりたいなと思っています。どんなことを計画してるんでしょう？なんかちょっとそうですね、かぼちゃですね。はい、かぼちゃプリンを作るのが得意だという地域の方がいて、その方にレシピを教えていただいて、みんなで作りたいなと思って、そうですか。お名前を教えていただけますか？すいません、遅くなっちゃいました。明星大学の教育学部3年生の駒崎琴美です。駒崎さんは、まあ他にもいろいろいろんなところに、参加っていうかで参加されてますけど、今後はどんな形でボランティアとかに関わっていくのかなっていうのがちょっとすごく気になったもんですから。ボランティアというものを大学1年生から始めてみて、学生とあとアルバイトなども両立しながらサークルのメンバーと活動していて、なかなか持続可能というところに課題があるなと感じていて、今の一番の夢は社会起業家としてしっかり事業として何か地域コミュニティを作るためのものを生みたいというのが一番の夢で、ボランティアから次のステップに行きたいなと思って、今はいろいろ経済のことだったりとか、あと企業とはどういうものかというのを大学の外の講座などで勉強しています。今具体的な一つの案としては、地域の子育て情報を共有するサイトを作ろうと思っています。今共働きだったりお母さんも仕事をしているという家庭が増えていて、今までだったら児童館に行く時間があって、そこでチラシを見たりだったりとか、あとは自治会などに参加していて回覧板が回ってきて、いろいろな地域の情報を得ていたと思うんですが、お母さん方が忙しくなってからはそういったところに行けなかったりだったり参加していないというので、その情報に格差があるという問題があるのかなと思い、その情報格差がそのまま子どもたちの経験格差だったりとか教育格差にならないように、まずは忙しいお母さんたちでも情報が得られるようにというのでサイトを作ってみています。今はお母さんたちに日野にある NPO だったりとか市民団体の面白い活動だったり子育てに関する有益な情報を発信したいなと思ってサイトを立ち上げたのですが、実際に立ち上げてみてお母さん方にもインタビューをしてみて、実際に自分がやりたかったのはそのメディアをやりたかったのかどうかというところにすごく悩んでいて、本当はそのフェイス2フェイスで人が集まる場を作りたかったのではないかという思いから、今少しまた違った事業も考えていて、一つがタイニーハウスという小さな家を建てて、そこを地域の人たちのもう一つの家として、例えば祝土日に何家族かで泊まったりして、そこで太陽光発電だったり地域のことだったりのワークショップをしてみる案が一つあったりだったり、もう一つは小学生に地域のプロモーション映像を
撮ってもらって、その映像を使って例えば夜に野外映画館などやって、地域のさまざまな活動をみんなで鑑賞する日を作ってみたり、そんなことを本当はやりたかったのかなと今は、はい、思っているところ、そうですね、まだ若いから今はなんていうか、バシッとこれをやるっていうふうに決めないで、なんかあれもこれも、少しずつちょっと、やってみて、手をつけてみて、あ、これはダメだった、これは面白かったけどこっちはダメだったとか、やってみてもまだ全然間に合いますから、いいですよね。これからあの方向性を決めるまではまだいろんなことに挑戦してみて、やるのもいいかなと思ってるんですけどね、ぜひ頑張ってください。今仲間がいないで一人でいろんな地域コミュニティを作りたいと思っていて、大学生も一緒にサークルでは活動しているのですが、これから就職活動だったり教員選手権を受ける子がほとんどなので、このあと誰かと一緒にやっていきたいなという思いが強いので、もし日野の中で面白いことをしたいだったりとか、地域をつなげたいと思っている方がいたら一緒にやっていきませんか。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、それで、まああの仲間ができて、それでいろんな団体さんとつながることができればいいですよね。はい、結構いろんな市内にはいろんな団体さんがあるので、そういうところと協力をしたり、お互いにこう話をしたりしてできると、今後はなんかの未来は明るくなるかなと思ってるんですけど、はい、ぜひ横のつながりを作っていきたいです。そうですね、はい。